先頭は清水東高校は梨本君10秒66、速報タイム加勢、そして正式のタイムは間もなく出ます。10秒66、これが速報タイム、プラスの 2.5 メーター、追い風参考ということになります。第1組が終わりました。